サカラバ人の女性、サカラバ人は、マダガスカルの民族、人口約70万人。マダガスカル西部海岸に住み、主にマファジャンガ州及び、トゥリアラ州北部に居住する。マダガスカルで5番目に、大きな民族グループであるが、居住地域はマダガスカル各民族中最も大きい。サカラバとは、長い渓谷に住む人々という意味である。サカラバ人は16世紀頃、 マルセラナ王朝の下で、西部海岸全域を支配し、メナベ王国とブイナ王国の二つの王国を築いて、奴隷交易などの貿易の利権を握って繁栄したが、やがて中央高原のメディナ王国に押されて衰退した。乾燥した草原地帯を領域とするため、主に牛の牧畜を制御とした高い価値を置くが、農耕や漁業を行うサブグループもある。 目で見る世界の国々7マダガスカル MM ロジャース著、草野敦史役1991年4月25日、初版国土砂、P40、朝倉世界地理講座アフリカに池ヶ谷和信、佐藤レニア、竹内新一編、朝倉書店、2008年4月 P817 から818、東部、南部、アフリカ P172 田辺博史、 竹内忍監役朝倉書店2019年6月10日、初版第一冊。ありがとうございます。